春らんまん。どうも、小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日私はお友達のネモヤンさんの車に乗せてもらって、あちらのスポットに向かっております。それでは、今日もやってまいりましょう。Here we go!ねえ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 、みんな、だいぶ気温があったかくなってきましたよね。私はこのシーズンを待ちに待ってたわ。もうね、外に出かけるにしてもね、手がかじかんじゃってね、寒くてしょうがなかったから、このシーズンになってまたアクティブに動き出せると思うと、なんだか毎日楽しみで仕方がないわ。ね、この景色みんな見たことある？なんか柵の向こうにタンクが見えたよね。柵の向こうにタンクが見えたってことは、こちらはいわきサンマリーナの近くを今ドライブ中なの。実は実はこの日ネモヤンさんが、桜が綺麗だから見に行かないっていうふうにね、イケボでね、イケボの声で桜のね、お花見のお誘いを受けたの。だから私はひょいひょいついてきた尻がる女でございます。それがそれが、なんとサンマリーナの方の大畑貝塚公園の方は植えられてるね、桜の種類がちょっと違ったみたいで、もうちょっとね、後にならないと咲かないみたいです。なので急遽場所を変更して、こちら21世紀の森公園、21世紀の森公園にやってまいりました。ほら見て、ここに植えられている桜は河津桜なんだよね。河津桜はもう3月の中旬から見頃を始めますから、ほらご覧の通り満開です。むしろちょっと見に来るのがちょっと出遅れてしまったぐらいで、新緑の葉っぱがちょっと出始めてるぐらいでした。だから3月の上旬がちょうど満開だったのかなというふうに思います。ほら見て、みんなにもおすそ分けですよ。こちらのね、21世紀の森公園、私ね、いわきに暮らしててなんだかんだで結構ね遊びに来てるのよ。振り返ってみれば、クリスマスのシーズンにイルミネーションを見に来たわよね。それから夏になってからは湯本のロゲイニング大会でこちらの会場でうろちょろしたわ。そしてコロナワクチンの接種にも来たことがあったし、さらにいわき FC の試合の会場がこちらのグリーンフィールドに変わったということで、今後もこちらの会場に遊びに来ることは多くなってきそうですね。そんなみんなに親しまれているこちらの公園、これだけ河津桜が綺麗に植えられてるのね。ほら見て、いろんな年代のお客さんが遊びに来ております。お父さん、お母さん、お子さん、お孫さんを連れて、みんな思い思いの過ごし方をされていました。あとはね、ちょうどね卒業シーズンということもあって、皆さん学生さんがね制服のままねいらして、卒業式帰りでしょうか、ここでね記念撮影をしたりしてる様子が見受けられましたよ。なんだろうね、
こういった桜を見ると気持ちが晴れやかな気持ちになりますよね。ちょうどマスクをね外してもいいですよっていうね、そういった節目にかかってマスクをそっと外してみると、桜のねいい香りがふわーっと漂ってきて、あーこれからね新学期を迎えるんだ、新しい年度の始まりなんだっていうふうにね思えて、なんだかもっとアクティブに活動したくなってきましたよ。皆さんはこの春の節目のタイミングで生活が心機一転される方もいらっしゃるんではないでしょうか。学生さんだった方が卒業して新たな学校に行かれる、新社会人になる、職場が変わる、はたまた、いや特にね変わりはないよっていう方もいるかもしれませんが、こういった桜を見ながら新たにねポジティブなサイクルを回していくきっかけにしたらいかがでしょうか。なんか湖がありましたね。何の湖なんでしょうかね。そういう私はというと、この春から何をしたいかなというふうに考えた時に、まあこれまで通りねこういった YouTube の活動はねバンバンアップしていきたいなというふうに思いますよ。そして今考えてるのは、もっとね体をねアクティブに動かしたいなぁと、なんかね自分の中で限界を決めてしまってるような感じがして、まだまだ自分の可能性を信じてもっともっとアクティブに、え自分って意外とこんなこともできちゃったのみたいなことをねどんどん発見していける、そんな年にしていきたいと思いますね。あなたはこの春何かしてみたいことありますか？私はこんなことしたいよ、僕はこんなことしようと思ってるよっていうのをぜひコメント欄に書き残してください。そしてこの私のチャンネルで宣言してみてください。書き残すことが行動のきっかけになって、新たな一歩を後押しできたら私はこのチャンネルをやっていてよかったと思います。あなたの書き込みお待ちしております。はーい、いかがでしたでしょうか。21世紀の森公園に行って河津桜を見に行く会でした。いいよねいいよね、桜が咲いてくるとなんだかテンション上がってくるよね。今度はまた違う種類の桜が咲いてくるから、その時はお花見だとかピクニックに出かけてみたいな。それではコメント返してまいりましょう。山奥村たぬきちさん、おはようございます。良い景色ですね、もっとね綺麗な景色をねみんなねのほほんとした雰囲気でね楽しまれてましたよ。次の方、ようちゃさん、お疲れ様です。こんばんは。俺の地元も桜、今月下旬には咲くかもです。あそうなんだ、楽しみだよね、早く咲くといいね。次の方、佐藤の会さん、綺麗です、最高だね、いっぱい絵文字ありがとう。最後まで見てくれたあなたが大好きです、次回もお楽しみにね、また見てよね、バイバイ。独身 OL の日常、今日はいわき回廊美術館に遊びに来たよ。え、まさかのブランコ。え、ここを渡るの。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL、今日は21世紀の森公園に河津桜を見に来たよ。わあ、春満開、綺麗だね。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL、 電子レンジから火が出てるのは気のせいかしら。あ、消えた。お分かりいただけただろうか。
私は福島県いわき市に住む独身 OL。 これ何の建物かわかるかな？一体これは何？今一瞬見えたよね。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 今晩はカレーにする？お風呂にする？それとも私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 いわきのスーパーにはとんでもないお宝が眠ってるの。ほら今日も見つけた。何あれ？私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 今日も変わらず小名浜散歩。おや、あれは何の鳥さんかな？マラソン女子、気持ちよい。私の夢を語っても良いかしら？私ね、一度でいいから海外で暮らしてみたいの。それもできれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいな。え？なんでタイかって？それはね、物価がリーズナブルなところと日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い。一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメールもしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。気分次第です。僕は敵を選んで戦う少年。叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってた。そのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願って、もうどうしようもなくなって叫ぶんだ。明日よ明日よ、もう来ないでよって。そんな僕を置いて月は沈み日は昇る。